おはようございます。こんにちは。こんばんは。中林修理です。2021年7月に、僕は局所性ジストニアと脳の病気が発覚してしまって、右利きギターを捨てて、左利きギタリストになるということでね、レフティギターをね、始めたわけなんですが、それから2年、ちょうど2年にあたる来月、2023年の7月9日日曜日、レフティでのライブデビューが決まりました。はい、ものすごいタイミングでオファーいただけたなと思うんですけど、僕の名古屋時代のお師匠さんである糸やんがいるんですけど、ギタリスト糸やんのバースデーライブに、呼んでいただくことができました。なのでそのライブでレフティで、ギターを弾いてこようと思ってます。で、右利きの時はね、ライブはたくさんこなしてきたんですが、レフティでステージに立つというのは来月のライブが初めてになるので、僕の人生の中でもう本当一回きりしかない、一度きりしかないね、ステージになります。7月9日、日曜日、名古屋ですね、栄のドリームキューブという会場でやらせていただきます。もともと今年の初めに2023年はライブをやるってね、公約を出したわけなんですけど、ライブのオファーをいただくことができたので、こちらに参加していきたいと思います。で、この日は、今までリリースした曲、ギター演奏だったりとか、ブリックダウンだったりとか、その辺の曲から何曲かピックアップしてね、弾かせていただこうと思っております。なんで、がっつり魂込めて、レフティで弾くので、駆けつけてくれる方がいらっしゃれば、名古屋でお待ちしております。ということで、今回は、レフティでの初めてのライブとなる7月9日の名古屋でのライブのお知らせでした。